つきです。今日は島村で服を買ってきたので、そちら購入品を紹介します。去年5枚買ってきたのが、じゃじゃーん、はい、これ新日本プロレスのチュニック、ちょっと長いやつです。パーカー付きのものを買ってきました。このね、真ん中に紫とピンクの色が混じってて、新日本プロレスのマークがついてます。あとは腕の方、これ半袖なんだけど、ストロングスタイルっていう、こんな感じでマークもついてます。じゃあこれをちょっと今日は着てみます。はい、こんな感じになりました。着てみたら長さがちょうど良かったので、これ一着で着て、で中にショーパンを履くっていう感じで行きたいなと思います。でこれから7月1日にも八戸市で新日本プロレスの試合があるので、これを着て観戦に行きたいなと思います。ぜひこれ見かけたら、この服着ている私を見かけたら、ぜひ声もかけてください。あと今私、萌えプロ八戸女子部っていうプロレスが大好きな女子の団体の代表もやっています。今は Facebook でプロレス関連の情報をこう書いたりしているので、ぜひ Facebook で萌えプロ八戸女子部を検索して、ぜひいいねなどもいいねをよろしくお願いします。もちろんこのチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。以上、今日は島村の購入品をお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございます。また見てねー。